か、セガ Q、はい、セガファンのセガファンによるセガファンのためのクイズ番組開催。こちらジャンル問題すべてセガ尽くしという超マニアックなバージョンのメガ Q です。果たしてあなたは何問答えられるでしょうか。まあゲームの問題ならね、ただ僕セガそこまで詳しくないですけどね、まあ、さっきのクイズよりはまだマシかなと思います。はい、これもテレビ番組方式で なってるんや。選んでってゲームのジャンル選択、これ一人でやった方がいいな絶対。早押しクイズやったら絶対早さで負けるから。はい、あれちょっと待って、今始まらなかったね。はい、20問でいいか。はい、あ、司会者変わった。言葉 SD1000 のコナミの一面の黒板に書かれた言葉、ちょっとわからんなそれは。適当やけど、新入社員登録も知ってますけどね、ゲームは知ってますけど、歴史、メガドラムミニが発売されたのメガドラム何年後のことだった。C か、違うか、テイルスのスカイパトロールに同乗する魔女の名前、わからんな僕ね。ソニックもそんな詳しくないんでね。カプコンの問題だったら詳しいと思うんですけどね、カプコンで SNK とコナミの問題なら大体わかるんですけどね、セガはちょっと弱いんですよ。ミクロ用のパーツ、ビッグウィンドミクロどうするってニュースできた、まとめて予約、はい、まあそっか、そんな感じでしょうね。はい、キャラクターにするか。8ビットの世界、レーシング、チームソニックレーシング、わ知らんな、やったこともないしね。8ビットの世界、多分マスターシステムの問題なんでしょうねこれはね。プログラミング言語は何と言うんでしょう、わからんわ。あ、当たった、たまたま。キャラクターにしよう。メガドラマージャン COPV、 わからんな、適当ですよ、ね、これセガの歴史ってことでしょうね、おそらくね。セガって伝言版、わからん、あ、たまたま当たった。キャラクター、ソニックポップコーンショップで選べる味は、わからんな、適当、デコボコあるね。マシン、あー、ゲーム機ってことか、ゲーム機の問題ってことか。ビットチミット音源を次のうちどれ、わからん、これか、セガの言葉の問題ってことか。バーニングライバル、アスカが使う忍術の流派、わからんな。バーニングライバルは知ってますよ、対戦格闘ゲームですよね。8ビットの世界、ブレードイーグルにはどんな特徴、うわやったことないし知らない上へ、これ違うか、全然知らないもん、わかんないわ。セガの歴史、
サミーの合併より、大戦略自体あんまりやったことないもん。萌え萌え2000対戦ってそんなゲームあんの。あ、でもティップタップ全然知らんわ。いやもう本当にセガ派じゃないっていうのは分かりますよね、完全にね。バーチャルのオラタンといって何の役、うわ知らんな。僕はあれですから、カプコン SNK コナミ派ですから、任天堂派でもソニー派でもセガ派でもないですからね、僕はね。何のコードゲーム知らないな。違うか。あと4問。この音あれですよね、メガ CD のセーガーの音ですよね。今の出てくる懐かしい遊戯、遊戯何や、じゃんけん。うん、そうやね、確かにボス戦がじゃんけんだったよな、確かな。それは知ってるんですよ。マシンにしましょうか。ゲーム機の問題ってことですよね。メガジェットはメガドラゴン、何が一体化された。メガジェット、ああ時間切れやった。ボーダーブレイクに登場するロボット、知らないな。はい、最後の問題ですね。任天堂最後の GBA 曲が歴史作品、なんだ C か。だって他のゲームは全部セガ以外のゲームだったから、セガのソフトのね、今答えたんですけどね。はい、はい、終わりましょうか。はい、終わりましょう。